どうも、ご無沙汰単語、チケブンブンと申します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？自分はですね、先日、世界遺産検定のマイスター試験ですね、一級の上、まあ、ラスボスに当たる試験なんですけれども、なんと、無事合格することができました。で、一級の合格率が、まあ、だいたい 20% ぐらいに対して、まあ、マイスター試験はだいたい 40%か 50% ぐらいなんですよね。合格率は高いんですけれども、油断してると普通に落とされる試験で、自分も2回落ちて、今回3度目の挑戦で、受かりました。で、まあ、今日は、受かったので、まあ、合格しましたよ、みたいな報告の、収録をしようかなと思います。で、今回、マイスター、まあ、まず、そうですね、一級とマイスター試験がどう違うのかっていうと、一級までは、まあ、単純に、知識問題ですね。4択問題で答えていくと。で、1級になると、もう1000件以上ある世界遺産を覚えてて、結構細かいところが聞かれるので、そういったところを抑えないといけない。ただ、マイスター試験になると、今度はすべて、記述式の試験となっていて、で、ただ世界遺産を点で覚えているんじゃなくて、まあ、即興で点と点をつなげていく作業が必要となってくるんですよね。で、世界遺産に対して自分がどう考えているのかっていうのを、まとめないといけないと。で、マイスター試験の大問1では、その、国説明ですね。3級まで、まあ、ほとんど、まあ、2級とかまで出てくる、その基礎用語ですかね。基礎的な単語について正確に記述すること、50字ぐらいで記述することが求められています。で、登録基準についても、例えば3番はどういう意味ですかみたいな感じで聞かれたりとかします。で、まあ、当たり前だと思っているやつでも、対策していかないと、そう、50字でまとめることができないので、まあ、自分なりの、その単語帳みたいなのを作っておく必要があります。これが結構めんどくさいんですよね。で、2番目が、まあ、この試験の中で一番簡単なんですかね。毎回聞かれるんですけれども、世界遺産条約について、その4つの語句を使って400字以内で説明しなさいというやつですね。まあ大体型は決まっているんで、あと、まあ400字なので、まあ、字数いくらでも調整ができんで、そんなに難しくないのかなと思っております。で、大門さんがこれが鬼門なんですよね。1200字で、まあ、問われているものについて回答していく、論述していくんですけれども、何が出るかわからないっていう。世界遺産の、まあ、直近半年ぐらいのニュースを追っていないとわからない。で、前2回はですね、見事に外して、全然知らない話が出てきたんですよね。2回前は、その富士山のその登山鉄道に対して、まあ、是非を問う。まあ、登山鉄道を敷くことによって環境破壊されてしまうかもしれない。でも、メリットもあるよと。まあ、オーバーツーリズムがある中で、まあ、人の誘導をコントロールしたりとかできるよみたいなのを、まあ、デメリット、メリット書いて、その上で自分の是非を書いていくっていう問題でしたね。で、前回がですね、奈良県にある、その、まあ、奈良世界遺産ありますよね。古都奈良。そこの中に、まあ、電車が走っているんですけれども、それを移動させるみたいなプロジェクト、世界遺産の外側に移動させるみたいなプロジェクトがあって、で、いい感じまで進んでいたんですけれども、市長が変わって、もうお金かかるやんけ。これは白紙に戻そうみたいな感じで、プロジェクト終わってしまったんですよね。で、それに対してあなたの意見はどう思いますかみたいな感じで聞かれると。これも、いけたかなって思ったんですけれども、ちょっと残念ながらって感じでした。じゃあ、今回のマイスター試験どんな感じだったかっていうと、まず大問1がですね、まあ、語句についての説明しなさいと。で、有機的に進化する景観、トランスバウンダリーサイト。
で登録基準の5番となっていて、まあ登録基準の5番は何回か聞かれているんですけれども、やっぱり何回も、テストを重ねているうちにネタ不足なんですかね。文化的景観、テキストの中の文化的景観の中に、まあいくつか、項目が分かれていて、で、そこが聞かれると。で、まあ友達と一緒に対策する中で、こういったところを聞かれるんじゃないかって思って山を張って、で、文化的景観だと3つあるんですよね。偽証された景観。これ、庭園や公園、宗教的空間など、その人間によって意図的に設計され、創造された景観と。で、もう一個が関連する景観。自然の要素がその他民族に大きな影響を与え、宗教的、芸術的、文学的な要素と強く関連する景観と。で、まあ、で、もう一個が有機的に進化する景観で、まあ、これが一番出やすいんじゃないか、書きやすいんじゃないかと思って、ここばっかり勉強してましたね。これ何かっていうと、社会や経済等と自然環境が対応して形成された景観。で、なおかつこれ、残存する景観、今でも残ってますよっていう、かつてあったよっていうのと、あと継続する、今も続いている景観に分類できるという、そういった感じとなっております。問題サイトですね。これも3つあるうちの1つを答える、1つなんですが、まあ、いわゆるシリアルノミネーションサイトですよね。世界遺産って点だけではなく、その、点と点を結んでいく、まあ面で評価していくっていう動きがあって、で、その中の、まあ2個目の枠組みですよね。で、もともとはその自然遺産の登録時にその提案されたもので、その国境またがり、顕著な普遍的価値を有するものとして、その登録した遺産という。で、これが進化すると、そのトランスコンチネンタルサイトになって、まあ、これ一件だけですね、登録されているのが。ル・コルビジェのその建築作品で、その初めて認められた、大陸を越えて、顕著な普遍的価値を有するものとして登録された遺産となっている。今回は2番目が、のトランスバウンダリーサイトが、選ばれました。で、あとは登録基準5ですね。これは文化的景観が主に登録される。もう、これは簡単なやつですよね。独自の伝統的集落や、その人間と環境の交流を示す遺産である。農業景観や、文化的景観が特徴の遺産も含まれるって書けば、受かるって感じです。まあ、まあ、1個目が、トリッキーだったんですが、まあ、全部、無事に書けたかなって感じです。で、2番目が、世界遺産条約についてなんですけれども、今回が危機遺産リスト、従来と異なる新たな破壊の脅威、教育事業計画、保護保全の、これ、誤字だったんですよね。問題文では一時的な義務や責任ってあるんですが、これ一義的なが正解ですね。まあ、テストなので、まあ、そういうところは、多めに見てもらえるだろうと思って、まあ、正確に一時的なみたいな感じで書きましたけれども。で、これどういうアプローチで答えたかっていうと、まずもう、大まかに型を決めておくんですよね。もう最初に従来とは異なる新たな破壊な危機。これを差し込んでいくと。で、その具体的なネタとして、まあ、ダム開発によりヌビア遺跡が水没してしまう危機に瀕しているなどって絡めて、具体例を絡めていくと。で、まあ、国際社会全体の義務として、その顕著な普遍的価値を有する遺産や、そう自然環境を保護していく条約ですよっていう序文を書いて、で、そこから、じゃあどういうことが書かれているのかっていう時に、その危機遺産リストの話と、その教育事業計画。世界遺産は、まあ、第二次世界大戦の反省も含めて、まあ、作られたようなもんなんですけれども、なんて言うんでしょうね。環境破壊とか、文化遺産の破壊っていうのは、人間の無理解による、他者の無理解によるものだ。
だから教育が必要だよっていうこともあって、その世界遺産条約では、そう教育事業、まあ教育とか、あと広報活動に力を入れているっていうのがかなり重要視されているんですよね。そういった2個を書いてて、で、あとは、その、まあこの条約を批准した、まあ条約を締結した場合には、その、保護保全の一義的な義務や責任は、その、契約国が担いますよ、みたいなことを書いて、まあ、400字で収めていけばいいでしょうっていう感じでした。そんなに難しくないですね。で、3問目が、まあ、今回もうこれしか出ないだろうみたいな感じ。まあ、他のなんか YouTube チャンネルで世界遺産マイスター持っている人の解説とかも見ても、あとは、あれですね、世界遺産アカデミーの人が書いた、その、第45回世界遺産委員会の、結果とか見ても、明らかに、今回の世界遺産委員会で、新しい概念が持ち込まれたと。それが記憶の場っていう概念なんですが、それについて聞かれるだろうと思って、ゴリゴリに対策した、まさに出てきたんですよね。で、どういう問題かっていうと、近年の紛争に関連する遺産の推薦が増えつつある中で、その複数の国や民族の間で評価が確定しない遺産などの登録を目指す、方法の一つとして、不動産を登録して保護していく、世界遺産活動の中に、その無形の概念を組み込む記憶の場という考えが示されたと。で、2023年の世界遺産委員会では新たに3つの遺産が記憶の場として登録されたが、こうした記憶の場を、世界遺産として登録することのメリットと課題を具体的な遺産名を挙げながら1200字以内で論じなさいと。これどういう書き方したかっていうと、もう3本柱です。大きく分けて3本の柱ですね。で、まずは序文みたいな感じで、まあ、記憶の場がどういう背景で出てきたかみたいな、まあ、問題をなぞるみたいな感じで書いていくと。で、次はメリットですね。自分は2個書きました。で、2個は何かっていうと、一つ目が、その近年の戦争遺産に対する、そのフェアな登録ができるという、で、実際にそのノルマンディ上陸作戦の、その場所とか、その、まあ、ネルソン・マンデラの遺跡群とか、そういった、まあ、近年の、その紛争とか戦争とか、そういったのに関連する遺産ってずっと保有になってたりとかするんですよね。まあ、ネルソン・マンデラは、第、そうですね。まあ、いわゆるその20世紀以降のその戦争や人権侵害についてどうするかみたいなのを、そのグローバルストラテジーっていうのを置いて、まあ、対策しているんですが、その中でどうしてもフェアな登録ができないっていう、ちょっと難しいっていう事態が起きていると。それが、その今回、その条約の中で定義することによって、まあ、登録しやすくなるよ、みたいなことを書きました。で、二つ目がですね、まあ、近年、その緊急的登録推薦による、その信頼が低下しているんですよね。で、例えばですね、バッティールの丘ですとか、ヘブロン・アリハリールの、旧市街とか、そのパレスチナの、その世界遺産ですよね。これが全部、その緊急的登録推薦で、その、まあ、通常の手順を踏まずに、もう、力技で登録するみたいな、もう政治的に登録するみたいなのがあって、で、それで信頼が落ちているんですよ。で、実際に、その、アメリカとイスラエルが、そのパレスチナが緊急的登録推薦で登録されまくっている実態に切れて、そのユネスコを脱退してしまうっていう事態も起きているんですよね。で、あとは、その、オデーサの歴史地区、が今回緊急的登録推薦で世界遺産に登録されたんですが、これ投票が行われたんですが、過半数が棄権しているんですよね。にもかかわらず、まあ、棄権したのは、その票として見なさないか、残りの票で、多数決みたいな感じになって登録されたんですが、それって果たしていいのかっていう。で、今回、その記憶の場を、まあ、定義することによって、その基準によって、
登録するかどうかを明確に決められる、緊急的登録推薦の断髪を防ぐことができるんじゃないかっていう、そういったメリットを書きました。で、一方で課題として、これも2個挙げるんですよね。で、課題の方は、対策も考えなきゃいけないかなと。まあ、課題述べるだけじゃなくて、それに対してどうやって対策するのかが重要なのかなと思っていて。で、まあ、実際書きました。一つ目がですね、政治利用ですね。これ原爆ドームが、世界遺産として登録されるときに、まあ、アメリカ側が、まあ、原爆を落とさなければ、戦争は終結しなかったよ、と、苦言を呈して。で、中国の方も、まあ、原爆ドームが世界遺産になることによって、まあ、一部の人によって悪用されてしまう。まあ、南京大虐殺とか、アジア、日本がアジアに対して行った虐殺が希薄、薄まってしまう、その記憶が薄まってしまうみたいなことを危惧されて、まあ、物議を醸したんですけれども、世界遺産って、まあ、政治利用される可能性があるんですよね。で、実際にも記憶の場が、すでに政治利用されているケースがあって、今回アルゼンチンの世界遺産として登録された ESMA 記憶の場所博物館っていうのが、まあ、大統領選挙ですね。アルゼンチン大統領選挙で、まあ、実際に使われてしまった。っていうのと、あとはそもそも博物館っていうのが並べて展示できる、だからいくらでも見せ方を変えることができるんですよね。まあ、それすなわち自分に都合が悪いことを見せない。それこそ金山が一時期ニュースになったじゃないですか。金山のまあ、朝鮮人かなの強制労働に関する資料を見せなくするみたいなのが物議かもしましたけれども、そうしたように政治利用されてしまう場合があるんで、まあ、登録後も定期的な監視を強化していく必要があるんじゃないかっていうのを書きました。で、二つ目がですね、世界の記憶との連携ですね。もともとまあ、記憶の場の前に、世界の記憶っていう概念があるんですよ。これが、まあ、条約ではなく、ユネスコの事業としてあるんですけれども、まあ、不動産以外のものですよね。文献ですとか、歌ですとか、確かそういうものだと思うんですけれども、そういった、まあ、世界の、歴史として残しておくべきものを、まあ、まとめておこうみたいな感じのものがあるんですけれども、それと連携することで、オデーサの歴史地区が、緊急的登録推薦でいきなり、もう過半数が棄権しているにもかかわらず登録するような事態を防げるんじゃないかと。で、実際に今回世界の記憶で、バビアールって、まあ、映画もありましたけれども、まあ、大虐殺が行われた場所ですよね。あそこは世界遺産ではなく世界の記憶として登録しているんですよ。なので、一旦まあ、緊急的登録推薦とかで守っていかないといけないものいっぱいあると思うんですけれども、一旦世界の記憶として登録しておいて、それで文献とか集めるわけですよね。で、その上で、世界遺産として登録するかどうか。で、その基準として、世界の場、記憶の場を持ち出すっていうのがいいんじゃないか、みたいなのを書きました。これは、1200字でまとめるんですよね。で、あとは何と言っても、記憶の場が、なんで出てきたか。これ、ちょっと戻るんですけれども、それを最初に定義しておくのが必要ですよね。もともと負の遺産っていうのは悪にあったんですよ。原爆ドームとかそうなんですけれども。ただ、それっていうのが明確に定義されていなかったんですよね。
ただ、それだと、まあ、20世紀以降の、ノルマンディとかの評価が難しいっていうのと、まあ、グローバルストラテジー上、20世紀以降の遺産を積極的に登録していこうっていう、まあ、どう扱うか考えていこうっていう動きがあるんで、まあ、それも踏まえて登場したっていうのを書いておいた。それが、こう、そうして今回受かったのかなって思いました。で、そうですね、まあ、受かったので、せっかくなので、まあ、いくつかちょっと自分の推しの世界遺産について語ろうかなって思うんですけれども、やっぱり世界遺産検定ですね、なんだかんだ言ってマイスター受かるまでに10年ぐらいかかってんですよね。最初に受けたのが、大学3年生の時。だから9年前に受けて、で、2級はあっさり一発合格、2週間ぐらいの勉強で受かったんですが、そのノリで1級受けたらもう惨敗したんですね。で、まあそれからしばらく受けてなかったんですが、社会人になって、そうですね、コロナ禍になって、まあ海外旅行とか行けないから、まあしょうがないからちょっと暇だしやってみるかっていうので1級受けて、で、これももう惨敗に惨敗重ねて2、3回落ちてんですよ。で、そんな中、なんか、世界遺産検定に興味を示してくれる友人がいて、で、友人と一緒に受けたんですよね。で、友人と月1ぐらいで、LINE で、まあ、ディスカッションしたり、情報交換するみたいな感じでやって、で、2年前の夏に受かって、で、そっから1級受けるんですが、まあ、お互いに全然受かんなかったみたいな感じだったんですが、今回ちょっと受かったって感じですかね。で、世界遺産検定受けなければ、まあ自分も海外旅行好きではあって、地理とかも結構強い方だとは思ってたんですけれども、やっぱり知らないこととか多いんですよね。で、新しいなんか面白い遺跡とか知るとめっちゃ面白く、楽しくって。で、何よりも最初衝撃受けたのが、ラリベラっていうエチオピアの世界遺産ですね。これ世界で最初に登録された世界遺産の一つなんですよ。世界遺産検定受けてる人はみんな知ってるんですが、そうでもない人は全然知らないと思います。マニアックな世界遺産だと思います。で、ラリベラの中にある構成遺産の一つで、聖ギョルギス聖堂ってあるんですけれども、これがゲーム機の十字キーみたいなのが地中に掘られていて、で、これが教会みたいな感じになってて、これは行ってみたいな、みたいな感じなんですよね。もう本当になんか、ゲーム機の十字キーみたいな感じで面白いんですよ。で、あとはですね、自分が実際に行ったところだと、アイスランドのシンクベドリル国立公園っていうのが面白いですね。これって、まあ、国立公園だから自然遺産なのかなと思ったら違うんですよ。これ文化遺産なんですよね。で、なんで文化遺産なのかっていうと、これ世界で初めて議会が開かれた場所。らしいんですよね。なんかアルシングと呼ばれるんですけれども、ただまあ実際に行ってみると本当に写真映えがするっていうか、もう広大な、日本では見られないような広大な大地で崖みたいなのがあって、でそこでまあ10月ぐらいですかね、10年前の10月ぐらい行ったんですけれども、すごい綺麗な場所でしたね。で、アイスランドに行くと、まあ、実際にツアーとかって、シンクベトリル国立公園の他に、ゲイシールっていう間欠泉も巡るツアーみたいなのがあって、そこに行くと、まあ、5分に1回ぐらい、噴火みたいな感じで水がブワって上に打ち上がるんですよね。それを捉えた時、結構音とかもすごいんですけれども、すごい大自然だな、みたいな感じで思いましたね。アイスランドはいっぱい見どころがある。ブルーラグーンっていうね、温泉も、なんか野球場2個分ぐらいの温泉もあって、で、そこが全部白い、なんか白濁液になってんですよね。で、男女混浴で、温泉の中央付近には、
ジューススタンドがあって、お酒とか飲める、顔面パックの場所もあるみたいな感じで、アイスランドは今まで行った国の中でトップクラスに面白い場所だなって思いました。で、最後になんですけども、自分が行ってみたい場所の一つに、お食ぽの聖なる、木立っていう世界遺産があるんです。ここでナイジェリアにある世界遺産で、なんか話としては地獄の黙示録的な、まあ文学的アプローチだと闇の奥的な話なんですよね。ナイジェリアの山奥かなんかに、まあ女神オシュンへのなんか信仰文化があるんですけ、あったんですけれども、これが一体衰退してしまうんですよね。で、そこに現れたのが、そのオーストリア人の女性芸術家、スザンネ・ベンガーさんで、この人の手によって、なんか、再興されたみたいな感じで、で、木彫りとか、なんか、石を彫った、なんか、何菓子とかがあって、それが独特な形をしていて面白いんですよね。めちゃくちゃ面白い世界遺産だなって思いました。で、世界遺産マイスターを取ると、どうやら、認定講師になれるそうなので、ちょっと目指してみようかなと思います。ってわけで、まあ、世界遺産検定マイスター合格記者会見はこれくらいにしようかなと思います。それでは、また今度。